はい、こんにちは、渡辺です。今日はですね、ガクさんというその TikTok とか YouTube で、サッカーの体の使い方とかをその情報発信している方の、ジムに今来ていて、そこで少しそういうサッカーのどうやって体を使っていくかとか、そうフィジカルをどう強くしていくかっていうのを、ご指導していただきたいと思います。それではガクさんとお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今回は、ね、フィジカルを強くする。そうですね、じゃあフィジカルを強くしていくっていうところで、はい、こう普段何かやられてるトレーニングとかってあったりするんですか？普段はその今までその高校とかのトレーナーの方に教えてもらった体幹トレーニングとかをしてるんですけど、それ以外はあまりその筋トレとかそういうのはあんましてないです。なるほどなるほど。じゃあ結構その僕がやってる体幹トレーニングって基礎の基礎をめちゃくちゃ大事にしてて、そこからちょっと丁寧にやっていきたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと最初にどういう体幹トレーニング普段やられてるか、はい、ちょっと一回見させてもらっていいですか？なんか普段、はい、例えば毎日やってることとか、はい、毎週なんかこの曜日にやってることとか、そういうとこあったらちょっと何種目かちょっと見せていただきたいと思ってるんですけど。わかりました。シンプルなこのプランクのやつ、はい、ああこういうのとか、はい、あとなんかやってる。であとはこう向いて、はい、でこう上げて、でちょっとそうするとこう上げるような。なるほどなるほど、OK です。はい、ありがとうございます。これやって、はい、結構フィジカルがすごい強くなる方もいれば、はい、なんか 2、3 ヶ月やっても変わらないなっていう方もいたりして、その違いって何なんだろうって僕自身調べていって、あ、ここじゃないのかなって思って、でそれでそれをちょっとまず最初に試していきたいなと思います。はい、でその前にじゃあこれをやってで、はい、結構一瞬でフィジカルとか結構強くなる感じが出てくるんです。それをチェックしていきたいんですよ。ちょっと一回立っていってみて、はい、まずどのぐらいのフィジカルが、まあ、安定性があるのか、これをチェックしていきたいんです。で、そうだな、どっかに立ってもらって、僕がここから普通にもたれかかるんで、はい、その時にどのぐらい耐えやすいか、はい、これちょっと一個の基準にしていきたいと思います。はい、じゃあまず、そうだな、じゃあここら辺で。はい、じゃあ普通に立ってもらって、タイトも買ったんですか？あ、タイト。はい。で、こんな感じです。この時のこの曲がり具合とか、ちょっとこれ覚えていてください。はい。もうちょっと下がってたんですね。はい。結構、プロの選手でも、最初このぐらいだと、ちょっと倒れちゃうかなっていうぐらいなんですけど、こんな感じです。この感じです。あ、はい。ちょっと覚えていてください。はい。こういう風に取っていくと、はい、なんかシックスパックの筋肉だったり、でここの腹筋とか結構鍛えてる方が多いと思うんですけど、はい、これってすごい狭くてちっちゃいんですよ。なのでここの筋肉を鍛えるのって実はあんまりフィジカルとか強くなりにくいんです、はい、でこの中とか取っていって腹斜筋とかもあるんですけど、はい、見たことあるんですよ。そうですそうです。でこれもある程度大きいんですよ、はい、大きいんですけど、それよりも一番下にある腹横筋っていう筋肉があるんですよ。聞いたことあります？ないです。ないです。ないです。この筋肉が実はすごく大切です。なんで大切なのかというと、もう一個取るともうこれ何もないんですよ。はい、この中です、はい、でこの何もない中でじゃこの中に何が入ってるのかというと、はい、内臓なんですよ。あ、内臓です。でこの骨ってこの腰のところってこれしかないんです、はい、背骨しかなくて、で上って肋骨があってすごい安定していて、で下って骨盤が安定してるんですよ。安定するんですけど、この中って内臓と筋肉しかないんで、基本的にここの筋肉がうまく働いているような状態じゃないと、実はこの体幹って安定しにくかったりするんです。そうなんですね。で、ここがうまく使えてるかどうかってすごく大事になってきて、体幹トレーニングをやる結構一番の目的って、じゃここの安定性を確保するのがめちゃくちゃ大事なんです。腹横筋自体、体幹を一周回すようについてるんです。なので、なんか天然のコルセットなんて呼ばれたりするんですけど、この腹横筋っていう筋肉がしっかりと安定して働くような状態にしてあげると、そこからつながっているのが下半身の筋肉、上半身の筋肉なので、そうすると体幹も安定して全身使える、そういう状態になっています。じゃあこの腹横筋をどういうふうな感じで鍛えていくか、これがすごく大事なんですけど、じゃあちょっと一回腹横筋、僕がオリジナルで鍛え方があるんですけど、ちょっとやってきて、じゃあ仰向けに寝ていただいて、腹式呼吸って聞いたことあります？あ、あります。あります。この状態で腹式呼吸って言います。OK です。これで、はい、その位置ここで、じゃあその下3センチぐらいにこう、
こに僕クーでやってて、結構強くします。負けないようにお腹膨らましてもらって、はい、いきます。結構強くて、なるほど、伸びてます。あ、OK です。これきついですか？結構、はい、結構きついです。フィジカルって結構強い方ですか？いや、多分体の割には強くはないです。ですよね。はい、結構弱い方です。弱い方です。腹式呼吸ってすごい大事な能力で、はい、例えば大迫選手とか腹式呼吸のトレーニングやってたりするんですけど、これめちゃくちゃ弱かったです。もうちょっとやってみますね。はい、とお腹を膨らませていいですか？そうです、そうです。膨らませるイメージ。はい、ギュッて力入れちゃうと、これはどっちかっていうとアウターがすごい働いちゃう状態なので、なるべくふっ、ふって膨らんでいくような感じです。ちょっとやっていきましょう。ちょっと全然膨らして、膨らまして。あと5秒。腹横筋っていう筋肉自体、この体幹を一周回すようについてるんです。で、一周回すようについてるんで、今ピンポイントだったんですけど、今度は全体をこうやって折っちゃいます。はい、その全体を負けないようにしてギュッて膨らますから、はい、これちょっとやっていきます。はい、10秒いきます。ボンバリ太いですね。結構太いんですけど、はい、うまく使い切れない。うまく使い切れない。で、この時に風船を、はい、今この辺はすごい膨らます、はい、こっちも膨らますイメージです。ちょっと難しいです、はい、ただこれをちょっと何回かやってみて、このさっきの押すやつ結構変わったりしてますよね。はい、ちょっと OK です。難しいですね。後ろのあたりが膨らませるイメージが難しいです、はい、まずこれすごい練習が必要なんですけど、はい、これちょっと一回立っていただいて、はい、もう一回そこに立っていただきたい、はい、さっきと同じような感じで、これがすごいですね。これでさっき僕この辺だったんで、はい、これでちょっとこれで倒れたポジションなんですけど、これです。あ、なんか倒れないと感じがありますね。これその感じあると思うんですよ、はい、で、さっきフニャンって言っちゃったのが、はい、ここなんですよ、はい、この感じです。あ、でもなんか全然違います。ちょっと耐えられる感じ、はい、まず要は多分一番根底にある腹横筋的に、これが多分、はい、うまく使い切れてないんじゃないかな。そうですね、はい、なのでこのトレーニング実はめちゃくちゃ大事だと思います。なんかすごい、なんていうか、今まではさっきの一番最初やった時は本気でなんかここに力を入れてここを返そうと思ってたんですけど、はいはいはい、今だとちょっとお腹を膨らませたら、はい、あんまり力入れなくても全然耐えれるみたいな、そういうイメージ。そうですよね、重心がスッと置ける感っていうか、はい、これが結構出てくると思います。で、そしたらもうちょっとだけやっていきましょう。はい、もう一回押していきますね、はい、で、こう、この選手をね、はい、押したりするんですね、はい、で、その強さにしか入れてみてください。はい、わかります。そうですね、ちょっと今日食べたのに、あ、さっきしめめし食ってきたばっかりですけど、あ、まあでも2時間ぐらい2時間前ちょっとやばいな。ちょっともうちょっとじゃあ弱くお願いします、はい、しますね。じゃあこれで今度は20秒としてはい、はい、OK。 これってあれですか、無呼吸になっちゃうんですけど、それでもういいですか？理想を言うなら吐き続けるってのはすごく大事なんです。あ、本当ですか？理想を言うなら、はい、ただ最初は 無呼吸で大丈夫です、はい、多分普通にプランクとか やるよりも、はい、辛くないですか？あ、辛いです。そうなんですよね、はい、1回選手にやって、はい、正面漏らしたやつとか言うんで。そうですよね、ちょっと、はい、ね、ちょっと気をつけてください、はい、いきます。 OK です。辛くなっちゃうよ。そう、最初よりは膨らむ感じってすごい出てきてるんですよ、はい、ちょっとこれじゃあいけないこれで、もう一回じゃあちょっと立っていただいて練習できます。あ、これ変わってるの分かります？いや、変わってますね。
全然力使ってないのに。あ、そうです、その感覚です、はい、あの全然力使ってないのに耐えられるという感覚、はい、これが要は中の中がスイッチオンになってる状態なんですよ、はい、この状態で体幹トレーニング普段やられてるやつをやってあげると、はい、実はすごい効果が出てきたり、そうなんです、うん、この一番基礎の部分、ここがしっかりできてるかどうかで、はい、じゃあこの膨らませる感覚で、ここの周りを意識しての色の体感するときに、はい、そうですそうです、そこがしっかりと働いてるような状態、ここが働いてると要はこう腹横筋っていう筋肉自体こう全身の筋肉がつながってるんですよ、はい、上も下も要は一番要となるところで、はい、ここがうまく働いてそれで下半身の筋肉が連動して動いていく、はい、それがすごく大事なんです。喜びが溢れ